はい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 。不安要素めちゃくちゃあんねんけど、ジャイアンツに対して、うん、本当に負ける、そんなこと考えたくないけどね。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください、よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手が、選手であった僕が、まあちょっとね、巨人についてお話ししていくというチャンネルになってます。まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんな感じでちょっと話していこうかなって思うんですけど、不安要素はない。いや、何があって？いろいろあるやん、ジャイアンツ。ほんまに。いや、優勝したやん。すごいやん、それな。正直。4年ぶり。僕がいた時ぐらい、よね。僕にいたん2020年までやから、2020年確かリーグ優勝してると思うんだけど、不安要素多すぎ。うん、マジで。今日ちょっとそれ一個ずつ上げていこうかなって思ってます。はい。まず、一番の不安要素何かっていうのを、まず言いたいですけど、まず、日程空きすぎ。どないなっとんねん。ほんまに。いや、ちょっと待ってくれと。みんな普通に受け入れてるけど、なんでこんな日程空いてんの？おかしない？いや、ね、リーグ優勝したら、アドバンテージあるやん。うん、それはわかるんだよ。はっきり言ってね。一勝のアドバンテージかな。で、ホーム球場でやれるっていうのがあるじゃないですか。それ、まあ、めっちゃいいことじゃないですか。まあ、その、優勝したね。ボーナスみたいなもんじゃないですか。だけど、日程空きすぎ。日程空きすぎよ。なんでこんな空いてんの？ NPB さん。ほんまに。俺、謎でしゃあないけど。なんで予備日を、こう、やってるから、こんだけ長引いてんの。普通さ、理想で言ったらさ、シーズン終わって、すぐ CS はちょっとあれやから、3日4日ぐらいね。3日4日、5日後までやと思うわ。ほんまに。5日ぐらい休んで、CS。これやったらわかるのよ。なんでこんな長いの？うん。その先週ね、やっぱりこう、実戦学ずっとやってて、いきなりスパーンってなくなってくると、やっぱきついやんか。どう考えても。うん。休めた方がいいんだけど、でも、休みすぎても感覚バグるやん。で、フェニックスあるって言っても、フェニックスって若手のリーグやから、レベル低いやん。はっきり言って。だから、今ジャイアンツの選手ね、宮崎行って調整してると思うんですけど、ピッチャーは別よ。ピッチャーは別にその、対バッターというかね、バッターのレベルが多少落ちても、自分のこう投げるボールとかで判断できると思うんですけど、特にバッターよね、どう考えても。うん。だってピッチャーのレベル全然違うねんから。うん。CS とかで、ガチガチ、本気モードで来るピッチャーと、若手の、今から課題潰していこうっていうピッチャーと、レベル全然違うよな。うん。2軍と1軍みたいなもんよな。2軍と1軍の本気みたいな感じだから、モンテスとか、なんか言ってたやんか。なんかこう、打撃技術というか、落ちてきてるから、ちょっと復調させましょうみたいなことを言ってたけど、復調はするっちゃするんかもしれないけど、でも、ピッチャーのレベルが低いから、その、調子悪くても打てちゃう場合もあるよね。だからそこをね、もう期間もっと狭めよう、NPB さん、ほんまに。NPB なのか、その、どこなのか知らんけども、ちょっと長すぎよ。さすがに長すぎ。で、俺らファンのことも考えてくれ。暇で暇でしゃあないの、夜。わかるか？こっち、俺アメリカにいるから朝やけども、朝の、今6時45分やけども。だから暇でしゃあないやろ、みんな、そうやろ。はっきり言って、そうちゃう？お前そうやと思うわ。うん。早押し CS やってくれってみんな思ってると思うわ。野球ファンの人はね。でも俺も含めてめっちゃ思ってるっていうところね。まず、不安要素。で、二つ目。いろいろあるんだけど、吉川選手ね。もう肋骨やっちゃってんのよ、直樹さん。ほんまに、知らん人に経緯言っとくと、デッドボール付近のボール来たんよ。バーン来て。で、直樹さんが、抜群の身体能力でバーン避けたんよ。だけど避けて、こう地面に倒れ込んだ時に自分の肘かなんかがガーンってこう肋骨ガーン当たって折れてんのよ多分ね。で今日なんか記事かなんか見てたんだけど、ぶっつけ本番で行くって言ってんのよ。いや、やばいやんそれ。いや、何がやばいって、僕ね、野球今までやってきましたと。
まあ皆さんもいろいろね、野球やられてきた方とか、やってないけども、いろいろ野球のファンの方とかいろいろたくさんいると思うんだけど、怪我とか、なんかそういうのを隠しながらというか、こう押して、うん。それを抱えながら行って、ぶっつけ本番で行って、めちゃくちゃ調子良かった選手って今までいる？まあ、おそらくいると思うんだけど、いたと思うんだけど、確率的には低いやん。どう考えても。だって痛みを押してやってんだから、体のバランスも変わってくるし、やっぱりこう強度とかも落ちたりするから、やっぱりそこでね、好調キープするって相当難しいと思うんだよ。うん。ちょっと一種の運みたいなとこあると思うんだよ。ほんまに。いや、よっぽどやと思うよ。これで、直樹さんが、まあ、ぶっつけ本番で行くって言ってたから、安倍監督がね。うん、多分相当多分状態悪いと思うんですよ。その、あの、幹部のね、この、ここの、うん、脇腹から。それで、いきなり CS で、ほんま、例えば阪神が来たとしたら、阪神のガチガチ、高橋春人とか、佐伯投手が来て、打てるかなって。うん。だって、目いっぱいやって、というかもう状態良くて、というか、体の状態良くて、打てるか打てないかや、正味。うん。そんなギリギリの勝負やからね。ほんまギリギリの勝負や。わかるやろ、みんなも。うん。もう、今のあの、メジャーとか見てわかるやろ、ドジャースと、あの、サンディエゴ。やってて、わかるやろ、あの、ガチガチの、本気の勝負。あれで、例えば、大谷くんが、大谷選手が、脇腹骨折します。きついやろ。どう考えても。いくら大谷さんでもそれ痛めたらきついやろ。だから、そういうことや。だから、やっぱり、なかなか難しいんちゃうのって。直樹さんね、今年ね、特に後半からすごい素晴らしい成績出してましたけど、まあ、ここに来てちょっとどうなのって、多分ぶっつけ本番、まあ、多分おそらく3番とかで多分出場すると思うんですよ。3番セカンドとかで出すと思うんだけど、果たしてそのほんまに調子よくね、その実戦感覚もちょっと空いてるわけじゃないですか。そこでどうなってくるかっていうところはね、僕の中では不安要素ですね。で、まあ、浅野選手もね、腰がちょっとどうなのみたいなところありますけど、まあ、浅野選手の場合は結構軽傷かなっていうところあるんで、まあ、できるかなとは思うんですけど、まあ、なんか欠場とかしてましたけども、この間ね、フェリックス、してましたけど、まあ、浅野選手の場合はまだ軽傷かなと思います。でもまあ、その、浅野選手ね、まあ、素晴らしい選手ですけど、その、なんて言うんだろう。まあ、ちょっとその、まあ、ちょっと言い方ちょっとあれかもしれないですけど、まあ若いんで経験させてあげようというか経験さそうというところで出してるという側面もちょっとあるじゃないですか正直。うん。だからそういうところでまあ今ちょっと腰がちょっとねヘルニア元々持ってるんでちょっとまあそれはやばいかなと思うんですけど爆弾だと思うんですけど正直ね。だけど僕はオコエ選手がめっちゃ状態いいんで僕はオコエ選手センターとかで使ってまあライト丸さんにして、レフトなんかモンテスがまあなんかフェニックスで状態上がったみたいな記事もあったから。レフトモンテスにして、まあ、浅野選手は欠場するみたいなところのオプションも僕は考えた方がいいんかなって。うん。ほんまはね、安倍監督の考え方的にね、浅野選手をね、そら CS 出してあげたりとかね、今後の投資という意味でも、未来の投資ってとこでもしていきたいと思ってると思うんですけど、でもやっぱりね、状態も悪い、もし腰がね、とか言うんだったら、そういう布陣も考えた方がいいんちゃうかなと思うんですね。まあ、てかまず外野、怪我多すぎよね。はっきり言って。まあ、ヘルナンデスが日本シリーズから帰ってくる可能性は、ちょっと今徐々に上がってきつつはあるんですけど、まあそこまで期待しすぎても、裏切られた時しんどいんで、裏切られた時というか、なかった時しんどいんで、あんまりこう、過剰な期待はせずにいようかなと思うんですけど、で、ピッチャー陣もそうですよね。ピッチャー陣はまだマシかな。ちょっとイオリが調子良かったりとか、まあありますけど、まあ菅野さんもまあ状態ね、いいと思うし、戸郷もね、状態いいと思うんで、まあ、ピッチャーはまだマシかな。リリーフがちょっとバルちゃんがちょっと最後の方ね、良くなかったりとか、いろいろありましたけど、まあピッチャーはなんとか最後ね、頑張ってもらいたいなっていうところはあるんですけど、まあちょっと、今見てるとね、やっぱ期間空きすぎよ、NPB ほんまに。頼むで。頼むで、ほんまに。講義の電話しようかな。ほんまに。長すぎやって。夜暇やって。なあ、みんな、暇でしょ。野球はやってくれって思ってるでしょ、みんな。いや、でもほんまに、そうやと思うし、なんでこんな長く空いてんのか僕はちょっと知らないけど、まあ、おそらく、まあ、球場の問題とか、まあ、その、シーズンがずれ込んだ時とかの問題で、多分、なんていうの？ある程度、こう、余裕持ってやってると思うんですけど、余裕持ちすぎ。日程に余裕持ちすぎ。ほんまに。しんどいって、選手。もうすぐ行こうや。もう5日ぐらい休んだらいけるって。まあ、あくまで僕の意見ですけどね。うん。まあ、ちょっとね、皆さんね、
まあ、僕のこの YouTube 見てる方やったら結構わかると思うんですけど、僕が言ったことって結構逆になるんですよ。正直言って当たらないんですよ。本当に自分でも自覚してるんですけど、マジで当たらないんで、こうやって不安要素言ってたら逆に、まあ僕のいつものルーティーンで反対に行って、いい感じでね、ジャイアンツが進んでくれるんじゃないかなっていうのもちょっと思いながらね、こういう動画を撮らせていただきました。はい、そんな感じで皆さんの不安要素であったりとか、皆さんの今思っていることなんかもコメント欄でね、シェアしていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。今回もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。